1983年の南海ホークスでは、1983年の南海ホークスにおける動向をまとめる。この年の南海ホークスは、穴吹義雄監督の1年目のシーズンである。1977年オフに、野村勝也元監督の解任を受けて2試合だけ、代理監督で指揮を取ったこともある、穴吹義雄がこの年から就任。穴吹新監督は、 低迷が続くチームの現状を憂い、泥まみれ野球も考える野球も失敗した以上、勝っても負けてもいいから明るく野球をやろうと宣言。穴吹監督はチーム低迷を打破すべくユニフォーム変更を川勝オーナーに提案するが、資金がないお理由に反対され、ベルト式にするという小手先の変更となった。この年ロッテが5月移行再開に定着したこともあり。 7月までは、首位の西部と16ゲーム差ながらも4位に入り、A クラス入りに望みを託した。しかし、8月に4勝16敗3分と大きく、負け越して近鉄に抜かれて5位に転落。9月以降持ち直すものの、優勝の西部に31ゲーム、3位の日本ハムと11ゲーム差の5位で、全日程を終えた。投手陣は、山内和弘、山内貴則が18勝。 10勝で、それぞれ2桁勝利を挙げるものの、ベテラン山内真一が、防御率8点台の上わずか2勝に終わる53で、チーム防御率は4.75の5位。打撃陣は4番の角田博光が40本で、本塁打王となり、正捕手の香川信幸を、はじめ5人が2桁本塁打を記録したが、チーム本塁打は128本のリーグ5位で、得点も548点のリーグ5位に終わった。 ありがとうございます。